商品を入れてしまいました。やっとです、やっと。まあでもね、自信を持って出したからね、はい、もう当然上位を選んで。ありがとうございます。当然だと思うんですけど、はい、実際の台湾の人たちに本当食べてほしいなと思うぐらい、ニューローメンっていうものをさらに進化させたなと思いますので。船橋ソースラーメン、バックインザ UF。ソースラーメンって超マイナーだね、船橋ソースラーメン。でしかもラーメンの世界でソースってのはある意味鬼門というか、それを食べてみたらしっかり美味しく仕上がってたんで、マエストロの力量をまざまざと感じさせてもらっていっぱいでしたね。薬膳火鍋ラーメン、天地天地。おっ、白井さんと我々初コラボなんで。そうです、初です、初めまして。年収歴、はい、いやでもなんか評判もすごい良かったそうなんですよ、本当に。来年年明けは実はこの一杯から始まるっていう、はい、そうなんですね。とにかく女性の方がやっぱりもう一回出してくれという、そうですか、はい。いや、石上さん、すごいですね。いや、僕まさか石上さんがこういう方だとは。どんだけ自分大好きなんかもうキャラクターが変わってきてるんで、僕嬉しいです。なんかしょうがないです、ね、自信を持って。いやあれもね、でもね、やっぱさっきも言いましたけど、そうですね、カレツさんはね、はい、冷やしが得意なんですけど、あのメニューのためにそうですよね、あの透明な器もわざわざ。でもやっぱあのクールな演出ね、やっぱりあの透明な器が必要でしたよね。そうでした、うん、はい。それでは、石上秀幸さんが選ぶカレツは期間限定ラーメンベスト10記念すべき第1位の発表をお願いいたします。第1位はベジラーメン7ザ・ファイナー。おー、ベジラーメン、卒業したっていうラーメンだ。あの卒業一番美味しいんだな、僕じゃないの。ベジタリアン仕様のラーメンっていうのをいち早く手掛けたのがカベチさんですよね。ありがとうございます。その今でこそそのベジタリアン仕様のあのハラール仕様とかのラーメン増えてきましたけど、本当にどこでも早く手掛けてて、まあ、本当回を追うごとにすごく美味しくなっていっても、ザ・ファイナルはちょっとすごいな。だから今もベジラーメン、あのベジタリアン仕様のラーメンの名店とかたくさんあるんですけど、やっぱどこもこれにはかなわないなとは思うんですよね。だから本当になんか今しかも日本が超インバウンドで、ね、なのにそこでやめちゃうのっていう。いや、石上さんありがとうございます。いやもうやっぱ石上さんにこれ いただければおそらくもう復活もあるんじゃないかという、復活する方がいいですよ。やっぱり花月さんが稀有な存在だなと思うのは、その大手にありながらもう売れなそうな、あのちょっとあのチャレンジしすぎだろっていうような商品をどんどん手掛けるっていうのは本当すごいことだなと思って、他にちょっと見当たらないと思うんですね。だから、まあ、ちょっと大変なことだと思うんですけど、その姿勢はこれからも続けていってほしいなと思います。